30年前、元走り屋、峠小僧でした。私、メル、元走り屋で、当時は山の峠で、AE86 を転がしていました。それが今で、夜な夜な一人部屋に隠れて、画面を使ってレーシングシミュレーターで走る毎日。レーシングシミュレーターの遊び方ですけど、当時私自身が乗っていた AE86 トレノを再現した車に乗り、当時と同じように日々峠を攻めた走りを続けさせてくれるといった自宅で手軽にできるシミュレーターなのであります。ということで、改めましてメルと言います。本日は視聴者様からたまにアセットコルサのリプレイ映像の録画のやり方がわからないといったご質問をいただくことがあったりしましたので、本日私アセットコルサのリプレイ映像の録画方法についてお伝えしたいと思います。調べてみたら確かにスチームからのリプレイ映像のやり方の解説動画が見当たりませんでした。ということで本日も行ってみましょう。ではまずはご覧のようにビデオカメラを置いて自分の走行映像を撮影しましょう。私は Amazon で15,000円ほどで購入した 4K のマイク付きのビデオカメラを使用しております。そして走行と撮影が終わったら、最後にアセットコルサのリプレイ映像を保存しておきましょう。そして次に先ほどアセットコルサで走行したリプレイ映像を映像キャプチャーアプリの OBS を使って画面録画をしたいと思います。まずは Steam を立ち上げ、画面左上のストアのメニューを開き、検索窓で OBS と検索しましょう。すると OBS スタジオがヒットしますので、こちらのアプリをダウンロードし Steam にインストールします。画面をご覧のように Steam にインストールしておいてください。そして画面左上のメニューのライブラリーから先ほどインストールした OBS スタジオが表示されていますので、こちらから OBS スタジオを開きます。そして OBS を開いたら画面の下にあるソースを新規で追加していきます。まずはプラスのボタンをクリックします。そしてゲームキャプチャを選択し、新規作成の名称をここでは仮にアセットコルサとしておきましょう。そして OK ボタンを押して画面を閉じて追加します。そして先ほど追加したアセットコルサと表示されている箇所を選択し、右クリックをしてプロパティを表示させます。そしてモードがフルスクリーンアプリケーションをキャプチャーが選択されていることを確認し、 OK ボタンを押して閉じます。ソースの画面の中で他の項目がある場合は、目の形をしたアイコンをクリックをして非表示にしておきましょう。次に今の段階でもアセットコルサのリプレイ映像を録画できるのですが、画質の悪いものとなってしまうため、画質の良い状態で保存できるように設定をしたいと思います。では画面の右側にある設定ボタンをクリックします。設定の画面に入りましたら、左のメニューにある出力を選択し、上のメニューの中から録画を選択します。そして録画フォーマットは MPEG を選択しておきましょう。そしてエンコーダ設定の中にあるレート制御は VBR を選択し、ビットレートは PC のスペックにもよりますが、10,000から15,000kbps は欲しいです。私は基本15,000kbps としております。そしてチューニングは高品質を選択しておきます。
そしてマルチパスモードは2パスの4分の1解像度を選択します。ここまで設定を終えたら OK ボタンを押して閉じます。 OBS の設定は以上となりますので、画面の右側にある録画開始ボタンを押して録画を開始します。録画を開始したらアセットコルサのリプレイ映像を流すことでリプレイ映像の画面録画ができます。録画を終えたら再度ボタンを押すことで録画を終了することができます。それでは動画を編集するのに、今回はキャンバという無料で利用できるウェブサイトを使用しましょう。まず Google でキャンバと検索しましょう。検索でヒットしますので、キャンバのウェブサイトを開きます。キャンバを開いたら画面の右上にあるログインボタンを押して、 Google のアカウントをお持ちの方はそのまま Google のアカウントでログインします。そしてログインができたら画面の右上にあるデザインの作成ボタンを押して、この中から動画を選択します。すると動画を編集するページが開きました。こちらで動画を編集していきたいと思いますので、先ほど保存しておいた撮影映像のムービーとリプレイ映像のムービーのデータを読み込んでいきます。そして左の画面に動画データがアップロードされたら、右側の作業スペースにそのままドラッグして動画を画面に表示させます。同じようにリプレイ映像も右側の作業スペースにドラッグして表示させましょう。画像をドラッグすれば場所を移動させることもできますので、お好きな場所へ移動させてください。そして2つの動画データの時間軸にズレがあった場合は、どちらかの動画データをクリックして上のメニューの中でハサミのアイコンをクリックすると、ご覧のように動画のタイムラインを調整することができます。調整したら完了ボタンを押して動画の時間軸のズレを確認しましょう。まだ若干ズレを感じるようでしたので、その場合はタイムラインのつまみでは調整しにくかったりしますので、直接時間の数値を入れて調整することで細かい調整がしやすくなると思います。これで無事時間のズレをなくすことができました。あとは画面の上側で動画のファイル名をつけて、今回はリプレイ映像と名称をつけておきました。そして画面の右上にある共有ボタンをクリックしてダウンロードを押して、ファイルの種類は MPEG4 を選択しダウンロードをして完了です。それでは先ほど編集したリプレイ映像の完成動画を流してまいりたいと思います。実は私自身が普段使用している編集ソフトは Adobe のプレミアプロを使っておるのですが、今回はこの動画をご覧いただいたのです。無料でお使いいただけて、もっと手軽で簡単に動画編集ができることを考え、キャンバを使った解説動画とさせていただきました。今回紹介させていただいたこのキャンバですが、実は動画編集だけでなく YouTube のサムネイルも作れたり、ウェブサイトも作れたり、さまざまな機能としての幅も広がるのです。私自身プレミアプロで編集した動画を、最終的な仕上げはこのキャンバを使ってテロップや BGM を入れたりしています。また YouTube のサムネイルもこのキャンバを使用しています。 YouTube チャンネルの画像の作成や
私の MA ウェブサイトも実はこのキャンバを使って作成しております。このキャンバを活用いただくことで皆様ももっと気軽に YouTube 走行動画をアップしたりすることができるようになると思います。実は今回の私のこの動画の目的ですが、視聴者様からのご要望により、視聴者様の皆様が映像キャプチャーアプリの OBS や動画編集ソフトのキャンバを活用していただくことも目的の一つではあるのです。実は視聴者様に私の ML865 の走行レビューの動画をアップしていただきたいという願いも目的の一つでありました。ぜひ一人でも多くの方にシミュレーターのアセットケルサで AU86 のカーモジュールである ML865 にお乗りいただき、皆様からの走行レビュー動画をお待ちしております。私のこの ML チャンネルもつい1年前の今頃は登録者数は30人ほどでありました。私が YouTube を始めたきっかけは、自身の走行動画をただ単に自身の記録のためにアップしていたものでした。気づいたら今では視聴者様一人一人の皆様から支えられるチャンネルとなっておりました。一本の動画をアップすることで皆様にご覧いただけることがとても楽しく感じております。ぜひ一人でも多くの方に自身の YouTube チャンネルを立ち上げていただきたいと思っておりますし、一人でも多くの方に私と同じような気持ちになっていただきたいと思っております。私自身も今後もこの YouTube を使って、私自身が知り得た情報をこの ML チャンネルやウェブサイトを通じてこれからも発信してまいりたいと思います。一人でも多くの方の目に触れていただけると嬉しく思っております。ということで今回の動画もいかがだったでしょうか。今回の動画では OBS スタジオを使ってアセットコルサのリプレイ映像のキャプチャー方法、キャンバを使った動画編集のやり方をお伝えしてまいりました。次回の動画では私のこの ML チャンネルが視聴者様の支えにより先日1000人を超える登録者数となり、おかげさまで収益化チャンネルとなりました。そこで次回の動画では YouTube 運営においてお困りの方や、これから YouTube をやってみたいという方向けに、 YouTube のアルゴリズムや収益化のためのノウハウに関する情報をお伝えしてまいりたいと思っております。ぜひこちらも一人でも多くの皆様が収益化できるチャンネルに発展いただくためにお伝えしてまいりたいと思っております。お忘れのないようチャンネル登録と通知の登録もよろしくお願いいたします。それでは時間となりました。皆様のご感想もお気軽にコメントでお寄せください。それでは次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。